はい、というわけで今日も始まります。今日はね、南区に来てるんですけど、ちょっとね、ブログとか YouTube でね、懐かしの場所というので載ってる商店街があるんですけど、もうこの目の前にある若葉サンショップなんて書いてるショッピングセンターですかね。ちょっと今日こちらに行ってみようかなと思います。いいですね。このアーケード、なかなかね、今の時代にいないアーケードところにね、火災報知器、釣り具屋さんがあったんですかね。応答器あるということです。並木町、もともとね、岡山臨港鉄道っていうのが走ってた、この辺に駅があって、おそらくここでね、このエリアが昔かなり栄えてたと思うんですけど、なんかスナックがねあったりとかするんですよね。だからなんでこの辺がすごい栄えてるかっていうのもずっと前から気になってたんですけど、やはりね、いろんな歴史があってっていうことなんですよね。だからこの横入ったらスナックあったりとか、ちょっとね気になるんですよね。めちゃめちゃなんでスナックがこのエリアにあるんだっていう。ちょっとね、歩いていきますね。スナックとかがありますもんね。この辺ね、で、まああそこずっとまっすぐ行ったら港南飛行場ってのがあるんですよね。焼肉専門のね、お持ち帰り専門のお店とか、また行ってみたいですね。
結構ね気になるお店がありますね。昔ながらの商店だったんですかね。やってないよな。昔ながらの公園といった感じでしょうか。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。結構ね、なんかこの南区予想外というかね、なんかいっぱいね飲み屋さんとかありますね。もう昔からね栄えていたんでしょうね、はい、というわけで今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画
短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。